こんにちは、小麦です。皆さん週末はどこか山登り行かれましたか？私は先週末は、上海観光をしていました。小籠包のお店をはしごしたり、上海のビル群を眺めに行ったり、結構歩いたのですごい疲れました。最近山登りができてないので体力がすごい衰えてるのを感じますね。トレーニングしないと日本に戻った時に山登れなくなってたらどうしようって焦りがじわじわ来てます。中国でも近くにちょっとした山があるのを見つけたので、来週再来週あたり天気が良かったら行ってみようかなって思ってます。さて、今週のゆる登山ラジオのテーマは美味しすぎる山小屋ご飯についてお話ししていきたいと思います。皆さんは今まで食べた中で美味しかった山小屋ご飯は何って聞かれたらどこのご飯を思い浮かべられますか？登山中の食事って普段食べる食事の何倍も美味しく感じますよね。ご飯が美味しくなるっていうのも登山の楽しみの一つだと思います。私は今まで食べて美味しかった山小屋ご飯はというと、たくさんありすぎてどれが一番とかは言えないんですけど、印象に残っているご飯の話をしていきたいと思います。まずは北アルプスからお話ししていこうかなと思います。北アルプスの美味しいご飯といえば、表銀座縦走した時の山小屋ご飯はすごく印象に残ってますね。まず中府山温泉から登って道中の合戦小屋でスイカ食べますよね。ちょうど疲れて休憩したいってところにある合戦小屋、そしてスイカを美味しく食べるのにあれほどコンディションが整うことはないですね。そしてその先、お天正岳の近くにある大天荘のインディアンカレーセット、縦走中になんとカレーが食べれるんですよ。しかもチャイとデザートもついてきます。もうほんと最高に美味しいです。さらにその先に進んでいくと、一回標高をぐっと下げてから登り返すっていうめちゃめちゃしんどい道になって、登り返した先にヒュッて大槍があるんですけど、そこでなんとつけ麺が食べられるんですよね。しかもチャーシューとか卵とか海苔とかトッピングもしっかりついて、めちゃめちゃ美味しいつけ麺で、もう死ぬほどうまいっていう表現がこれほどしっくりくることはないですね。そこではつけ麺だけじゃなくて、バスクチーズケーキっていうおしゃれなスイーツも売ってたんですけど、そのチーズケーキもめちゃくちゃ美味しかったです。合戦小屋も大転送もヒュッテ大槍も全部円山荘グループなんですよね。本当に円山荘グループさんには感謝しかありませんね。あと北アルプスは穂高のあたりも負けてませんよね。西穂高の西穂ラーメンもめちゃくちゃ美味しいですし、西穂ラーメンは冬に食べるとまた寒さも相まってさらに美味しいんですよね。もう余裕でスープまで飲み干せちゃいます。あとは個人的に唐沢小屋のソフトクリームがめちゃめちゃ気に入ってます。夏の暑い中頑張った体にアイスクリームってほんと反則ですよね。去年北穂行った時は2個も食べちゃいました。唐沢小屋はマムートジョッキパフェが有名ですけど、その時は売り切れて食べられなかったので絶対にいつか挑戦してみたいですね。あと南アルプスで印象に残っているのは、北岳の片野小屋で食べたカツカレーですかね。金沢カレーみたいな銀の皿で提供してくれるカレーなんですけど、私は行った時はたまたまフェアかなんかやってたのかな、タコさんウインナーを乗せてくれて、インドカレーとかじゃなくて至って普通のカレーなんですけど、見た目もすごく可愛いしすごく美味しいです。もっと疲れた時のカレーって本当やばいですよね。糖質爆弾なので、もうまさにこれを欲していましたって感じで何杯でも食べれる気がします。あとはやっぱりなんといっても八ヶ岳エリアは山小屋ご飯が強いですよね。高見石小屋の揚げパンはもう言わずと知れた大人気スイーツですよね。高見石小屋は他にもピザとかクラムチャウダーとかいろいろあって、ピザはまだ食べたことないのでいつか挑戦してみたいですね。美味しいって話をよく聞きます。黒百合ヒュッテのビーフシチューも美味しいし、あとはなんといっても赤岳高専のステーキですよね。あれはまだ1回しか食べたことないのですが、想像を上回る美味しさだったので絶対リピートしたいですね。ご飯が進みまくるステーキでした。あとまだ食べてなくて気になってるのが白磯小屋の厚切りトーストですね。本沢温泉に行く道中、白磯小屋っていう山小屋があるんですけど、そこで宿泊者限定の朝食が美味しいって有名なんですよね。あそこの小屋、ご飯だけじゃなくてロケーションも良くて、池が近くにあって天狗岳が綺麗に見えるし、リスがたくさんいてよく見られるみたいなので、いつか行ってみたい山小屋の一つですね。はい、今回は山小屋ご飯の魅力について語っていきました。ご飯の話をしてたらなんだかお腹が空いてきましたね。
山小屋ご飯はエネルギーを補給するためだけじゃなくて、登っている途中のモチベーションにもなるし、大きな楽しみの一つでもありますね。美味しい山小屋ご飯を食べて、エネルギーとモチベーションをチャージして、より楽しい登山にしていけたらいいですね。次回のゆる山登山ラジオのテーマは、スイスをトレッキングした時の話をしていきたいと思います。去年の夏にスイスのグリンデルワルトとツェルマットで軽いトレッキングを楽しんできて、めちゃめちゃ最高の思い出になったので、その時のことをゆるーくお話ししていきたいと思います。それでは皆さん、お疲れさんでした。